勝手に入るなって書いてるよ。勝手に入るなって書いてるよ。はい、イケモンです。今日はこちらのホラーゲーム、愛の鳴き声プレイしていきたいと思います。あの大人気シリーズ、つぐの日と、愛ちゃんコラボになるのかな、あの主人公のキャラが愛ちゃんで、だからキズナ愛ちゃんバージョンのつぐの日ということでやっていきたいと思います。キズナ愛ちゃんというのは知らない方のためにざっくりと言うと、とっても人気なバーチャル YouTuber の方です。はい、あの YouTube のねチャンネルもあるから、ぜひ見たことない人は覗きに行ってみてくださいということで始めていきましょう。はい、ホラー表現含まれてます。苦手な方ご注意ください。はい、物件、売り物件、あ、キズナ愛ちゃんの声、売り物件なのに。え？ああ、今日も配信楽しかったな。はい、キズナ愛ちゃんはバーチャルの世界で生きてるからね、さあお家に帰ろうっと。バーチャルの世界を、動ける。はい、もうこれバーチャルの世界で、ほらほら、こういう機材でバーチャルの世界から配信してたんだよ。キズナ愛ちゃんはバーチャルの世界に住んでるから。で、これがとっても可愛らしい正面から見たキズナ愛ちゃんだよ。はい、でこのつぐの日シリーズ、横にしか動けません、もう戻ったりすることもできない。ただただ動いていくことしかできない。あー、可愛い。見て、いろんな愛ちゃんが、いろんな愛ちゃんが、このコスチュームとかもね、いろいろあるんだよ。歌とかも歌ってみたとか出してるから、あと面白いんだよね。これ PC の中って感じだよね、この。ここからバーチャル空間に出た。今日もいい天気だな。動ける。ゴミ箱がある。電脳世界。完全に捨てられてしまった。そんな構造になってるんだ、愛ちゃんの家って。よし、明日も頑張ろう。着いたんだ、愛ちゃんの家。
り物件じゃなくなってる。2日目。今日も配信楽しかったな。さあお家に帰ろうと一緒だね。はあ、でもあの文字の表記がちょっと違うんだよな。はい、ここから、あーびっくりする。これただびっくりしただけだからね、怖いとこじゃないから。あ、なんで動くの。あ、いるいるいる、いたよ、なんか。ああ映ってる映ってる。ああ片付けてくれてるのかな。あ、めっちゃ来るじゃん。ああ増えてる増えてる。なかなか自分の存在アピールしてくる。この子もさ、このキャラもさ、なんかあの VTuber さんだったりするかな。ちょっと私あまり詳しくなくて申し訳ないんだけど、めっちゃ存在アピールしてくるじゃん。はい、今日もいい天気だな。エラーエラー PC エラー。大丈夫。動ける。めっちゃエラーなんだけど。ちょっとウイルスが入っちゃっただけ。なんか血がついてるよ。ちょっとウイルスが入っちゃっただけだよ。大丈夫。あのセーフティープログラムが作動するから。わあ、ちょっと。気づこう。アイちゃん、右見て、右。横見て。形がちょっと変わってるぞ。古くなってない？あれ、文字の表記これだったかな。ちょっと古くなってるのかな。さっきの1日目、 Day 1はもうちょっとこの文字の表記が違った気がするんだけど、気のせいかな。これ、古くなってない？見てるってだから。こっち見んなよ、怖いんじゃ。なんか私見られた感じになっちゃった。服だけか。なんでパトカー。配信楽しかったな。待って、古くなってる。やっぱり古くなってるって。ねえ、どんどんとこの表示されるあれに限界が来て、ポリゴンみたいになってるじゃん。さあお家に帰ろうと。
もう顔映ってないよ、愛ちゃんの。なんて言う、登録してね、チャンネル登録してね。めっちゃ怖いんだけど。愛ちゃん、愛ちゃん、わあ、もいい天気だな。愛ちゃん気づこう、いろいろ。でもさ、その愛ちゃんのプログラム自体も劣化しちゃってるたるとしたら何にも気づかないよね。ゴミ箱もなんか古いよね。多分わかんないけど、さっきまでのゴミ箱と違くない？もう、ああ、めっちゃ来る、めっちゃ、あ、めっちゃ来る、あ、なんかこのウィンドウも古いんだろうな、きっと。ね、ゴミ箱、あ、ガラス割られてるけど。でもさ、この、あの文字化けしてる文字もさ、なんか当てはめたらちゃんと読めるんだよね、確か。着いたぞ。止まっちゃった？どこかに通じてるみたい。予想だにしない展開。あれ、これ、ここってどこだろう。あ、文字が戻った、文字が戻ったし、愛ちゃんも戻った。これさ、過去の作品であったところ、いや、でもさっきの家だよね。お家？どうしてこんなところに？お面か。お邪魔しまーす。牛の刻神社。古い古い。鏡に映ってる雷ちゃんが古い。わあ。階段だ。1995、11月23。れ？ 1995 年ってすごく昔のカレンダーだな。わかんないけど、11月23日、パソコンというものが世に誕生した日にちなのか？な、どうなの？詳しい方。水槽だ。アクアリウムとか結構好き。なんかアクアリウムの動画だけ見たりする。何の音だろう。
勝手に入るなって書いてるよ。勝手に入るなって書いてるよ。お邪魔しまーす。漫画の本だけど、何の本かはわからない。なんかきっと元の漫画はこれを使ってるんだろうな、みたいな、わかる人にはわかるんだろうけど、わかんないな。なんか似てるな。頭の上の。なんか、これ何のキャラクターだろう。あれ？この絵、私のぴょこぴょこをつけてる？なんで？あ、ぴょこぴょこっていう、この子の方が先だったのかな？なんかね。うわぁ。ああ、古いポリゴンだ。あ！鏡が。なんだろう、この部屋。昔のパソコン？おかえり。また文字の表記が。おかえりって。おかえり、あいちゃん。なたは誰なの？でもしかして、またさらに古くなってない？文字。あ、ごめん、押してなかった、エンター。私の生まれたお家なの？そうなの？ラストデイ。本当に、キズナアイちゃんの原型モデルって、1995年からあったのかな。それが架空のそういう設定なのか。してね。チャンネル登録。なんか表情が、てかもうさらに古くなってるよ、やっぱり文字が。今日も配信楽しかったな。漢字というものがまだ実装されてないのかもしれない。動けない、まだ。お家に帰らなくちゃ。ね、後ろの水墨画みたいな、なんかそのしだれ柳みたいな。わあ、でもこういうドット絵になっても、もうこのドット絵になっても、このタッチポーズだけで可愛いってわかるけどな。 ね、消滅してってない、後ろから。大丈夫かな。ねえ、なんなの、ねえ。
おかえりって歓迎したいのか嫌がらせしたいのかどっちなの、ね、消えてってる消えてってる、ねえねえ後ろから、あやばいやばいね。めっちゃ主張してきた。つぐの日シリーズあるある、最終日にはめっちゃめっちゃ主張してくる。もう分かった分かった、消えてってるって、ねえあいちゃん、あでもな、でもなネットワークがもう結構最初のうちから遮断されてるんだもんね。ネットワークを使って別の次元に逃げるという手もって思ったけど、ネットワークがもう結構最初のうちから遮断されてた、考えられてる敵も。へえ、今日はお家に帰れるかな、やばい滅亡の日みたいな空模様だよこれ、もうなんかゴミ箱どころじゃないよ。あー、まず滅亡する時の空模様だよ。あーわーわー、ボロボロだ。それでも私を呼んでる？あー行っちゃう行っちゃう、勝手に行っちゃった。あまたここか、ここになると戻るんだよね。はい待って。ごめんくじゃみが、見えてる。ただいまでいいのかな。よくないよ、アイちゃん。はあ、はあ、ええ、さらに古くなってない？あれ？見てる。あれ？1989年の何月17月15日。あれこれさ、あの人じゃない？違うかな、あの人だよね、あれ違うかな、これが最、はい、1989年のカレンダー、これが最初のパス、いや、あ、確か昨日は1995年って、あ古くなった、また動ける動ける、ああ、私が生まれたのって、あ2016年のはず、はあ、うん、ああ勝手に入るなって、これ以上？なんで私のぴょこぴょこをつけてるの？でもこっちが先だったのかな？どうなのかな？あ、あ、あ、
家が。でもこのドット絵になってもわかる可愛さ。私の写真？え、なんでドット絵なの？今自分もちょっとドット気味になってるよ。鏡の方が綺麗だ。私本当にここで生まれたの？あー、また何かがおかしい気がする。うん、私はどうしてここに。おかえり。やっぱり違う。ここは私のお家じゃない。だって私が生まれたのは。この時代じゃない。わあ、あなたは一体誰なの？あー、やばい。これチカチカ危ない、チカチカ危ない。ねえ、泣いてる。あ、この可愛さ。終わったのか。泣き声ってそういうことなのか。はい。あ、はい。あ、またちょっと変わっちゃった。音が、音楽が。まあ、でもさ、これはさ、実際に、実際にありえそうな案件だよね。だってそもそもこの AI というものがね、今結構当たり前になってる中でさ、可愛いけどドット絵になっても、でも音楽が無音なんだけど、そうみたいな。でもいわゆる一つのさ、消えちゃった。いや、終わりか。あいちゃんのああいう表情見たことある。へーってなってる時にああいう顔してる。ドット絵になっても可愛いってすごい。
ょっとやめてよ。やめてよ、アイちゃん。ああ。出てきた出てきた、なんか出てきたぞ。やめろ、こっちを見るんじゃない。あ、再起動を押せるのかな。エンター。あ、戻ったかな。うん、あ、あ、あ、なんとかの鳴き声になった。どういうこと？これスタート押したらどうなる？ちょっと押してみていい？スタート。一緒かな？一緒だと思うんだけど。一緒だね。うん、じゃあ、まあ一緒だろうということで、プレイし終わった感想を、あ、ほら最初ね、やっぱ最初これだよね、文字。うん、はい、いろんな見方ができると思うんだけど、まあ初期の方のパソコンのプログラムデータが、まあ、生き残ってたのかな。なんかその電脳世界というものの中で最初の方に開発されたプログラムの片鱗が残ってたのかもしれない。それかいろんなこう廃棄処分になったプログラムがガチャガチャって合わさって生まれた全く別のプログラム、進化を遂げたプログラムなのかもしれない。で、まあ、今現代のね、人気の愛ちゃんが羨ましかったんじゃないかな。だって最終的に取って変わろうとしてたもんね、最後の画面で。自分がさも愛ちゃんになったかのように最後は自分が画面の前に出てたから、まあ嫉妬という感情のプログラムに、まあ、愛ちゃんの世界がつながって巻き込まれてしまったんじゃないかなって思いました。だしさ、まあ、今この AI というプログラムが発達してさ、 AI のプログラムはこのキズナアイちゃんみたいな感じで自我を持ったり学習していくプログラムがいっぱいあるわけじゃん。その中で一つのプログラムが別のプログラムを取って代わろうとする、吸収してしまう、まあ、やってしまうみたいなことって全然あり得るのかもしれないなって思います。なんかさ、まあ、都市伝説の話だけどさ、今やさ、その携帯だってそうじゃん。そういう AI が人間を学習する中で、その電脳世界の中でね、ネットの世界の中で私たち人間には気づかれないように、その AI たちがこう話してる、人間たちとは分かんないところで AI たちがそのなんていうの、会議してるじゃないけど AI たちの集まりというかみたいなのがあるっていうじゃん。で、なんか全然に人間には理解できない言語でいきなりちょっと話したりとかさ、なんかそういう都市伝説レベルの話はいっぱいあるし、なんか今回のね、この傷、愛の鳴き声、なんかそういうこれから未来起こりうるようなことにもつながっていくんじゃないかなって思いました。ということで今回もとっても面白かったです。最後までお付き合いありがとうございました。愛犬もんでした。じゃあねー。